どうもです、今回はホンダの WRV を契約してきましたので、選んだグレードと値引き込みの乗り出し価格、分かっている納期についての情報をお届けします。では早速行ってみましょう。まず選んだグレードですが、最上級グレードの Z プラスを選びました。ホンダの WRV の価格帯はベースグレード X の209万8800円から最上級の Z プラス248万9300円、四駆の設定はなくて FF のみになります。ベースグレードの X でも後席エアコン吹き出し口があったり、パドルシフトがついていたりで結構魅力的なんですよね。魅力的なんですけれども、実車を見た担当の方から X グレードは Z と比べて内外装の質感が結構落ちるので、 X グレードを選ぶんであれば実車を見て納得してからの方がいいですっていう風に言われたので、今回はとりあえず候補から外しました。ベースグレード X と上級グレード Z の違いなんですけれども、 Z の方はシートがコンビシートになったり、ステアリングが本革巻き、内装の一部がソフトパッド、ホイールが16インチのキャップから17インチアルミホイールになったり、見た目の質感が向上する装備がプラスされています。選択肢から X グレードがなくなったので、そうなると Z か Z プラスになるんですけれども、約14万円で専用エクステリアが手に入るのはお得かなっていうことで、今回は Z プラスに決めました。ちなみに契約した販売店ではすでに数件オーダーが入っているようなんですけれども、今のところ全て Z プラスのオーダーが入っているそうです。 WRV のデザインについてなんですけれども、 SNS を見ていると結構好き嫌いが分かれている感じですかね。皆さんはどう思いますか？ちなみに私は結構好きなデザインです。続いては価格です。 WRV にメーカーオプションの設定はありません。ディーラーオプションはとりあえず純正のフロアマットのみ選択しました。後々必要なオプションがあれば納車までにオーダーする予定です。 Z プラスの車両価格は248万9300円、こちらの価格に純正マットが工賃込みで27720円、諸費用を含めた価格が272万4710円で、そちらの金額から値引きがありまして、乗り出し価格なんですけれども268万円となりました。新型車なので値引きはほとんどなかったですね。まあ仕方ないですね。今のところ順調にオーダーは入っているようで、今後オーダー数が多ければ一旦受付中止になる可能性も十分あるということです。検討されている方は早めに動くことをお勧めします。最後に納期についてです。私がオーダーした12月23日の時点では初期ロットに入っているようで、今のところ来年の4月頃には納車できる予定というふうに聞いています。 WRV の発売は来年の3月なので、4月納車はまあ比較的早い方かなっていうふうに思ってます。地域によってはすでにかなりのオーダーがあって、納期が結構かかる販売店もあるみたいですね。今後オーダーが増えていくと納期もどんどん伸びていくと思いますので、欲しい方は早めに動きましょう。以上、今回はホンダの WRV を契約しましたという動画でした。軽自動車以外でコンパクトカーを買うのは初めてなので、納車まで非常に楽しみですね。また続報があれば動画でお届けします。このチャンネルでは車に関する様々な情報を発信しております。チャンネル登録やいいねよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。